平野紫耀の弟が YouTube チャンネル解説。ファンの期待と懸念。元キング・アンドプスのメンバーで、現在は独自の道を歩む平野紫耀が、再始動したアーピスト事務所とベイリの話題とともに、弟の平野陸士の YouTube チャンネル解説が話題を読んでいます。 平野陸氏はアパレルブランド RKS リキー、リクスリッキーの代表として活躍し、仕様とのツーショット写真をインスタグラムで公開したことで、兄弟の絆が再び注目されました。仕様の飛べ入り直前に行われた陸氏の YouTube チャンネル解説により、ファンの間には賛否両論が巻き起こっています。 陸氏のアパレルブランドを支持する一方で、彼の過去の物議を醸した売り方が、便乗商法を引き起こすのではないかと懸念する声もあります。仕様は昨年、ジャニーズ事務所と金プリを脱退し、トベトの再始動を果たしました。その一方で、弟の陸氏は独自の道を模索し、自身のアパレルブランドを設立。 これまで仕様との関係を公にしていなかった陸士ですが、仕様がロゴ入り T シャツを着用していたことで、ファンの間では兄弟であることが知られていました。陸士の YouTube チャンネル解説は、仕様が飛べ入りを発表した直後に行われたことから、一部のファンからは、便乗商法、溶け取られることも、 彼らが兄弟としてコラボ動画を公開する可能性に期待と興奮が広がる一方で、過去の売り方が影響することを心配する声も聞かれます。仕様と育種は小学生時代、兄弟ダンスユニット、昭安同期として共演しており、再び二人のダンスコラボ動画が公開されるかもしれません。仕様が独自の道を歩む中、 兄弟の絆が YouTube を通じて再び脚光を浴びることで、ファンにとって興味深く魅力的な展開が待ち望まれるでしょう。平野紫耀の再始動と弟の平野陸士の YouTube チャンネル開設により、ファンの期待と懸念が交錯する状況となっています。 仕様と陸士の兄弟関係はファンの間で周知の事実であり、二人の共演を楽しみにする声も多い一方で、陸士の過去の売り方が便乗商法として受け取られる恐れもあるようです。しかしながら、兄弟としての絆が再び注目されることで、YouTube を通じて二人のコラボ動画が公開される可能性に期待が高まっています。 仕様と育種のそれぞれが独自の道を歩みながらも、彼らの関係性がファンにとって興味深く魅力的な要素となっていることは間違いありません。ファンたちは二人の活動を応援し、今後の展開に期待を寄せていることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。